な感じで、はい、ナスのこの鮮やかな紫色。はい、どうもリュウジロミさん、料理でーす。ということでですね、今回はですね、もう僕もちょっとね、一品目ちょっと別のやったんですけども、一品目がね、ちょっとうますぎてワインギョブギョブ飲んでしまってね、かなりいい感じになってるんですけども、でまだ2本目なんですけどね、2本目にさらに私の幸福感を加速させたいと思いまして、今回はですね、わかりました、至高のナスですね、至高のナスをやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあね、まずやっていきます。今回は、ね、至高のナス、焼き浸しってやつですね。もう本当にシンプルなやつです。シンプルなんだけど、俺のナスがいっちゃうまいと豪語しております。そして、そんな自分がですね、本当に至高のナスの焼き浸しを食べるのに本当に必要な工程をちょっとやっていきたい。ナスの焼き浸しって。ナスの焼き浸しってやっぱりですね、僕的にはですね、やっぱ酒のあてなんですよね。どういうタイミングで食べたらいいかっていうと、やっぱりね、ちょっと盛り上がってきた時、盛り上がってきた時にナスの焼き浸し、噛んだ時にジュワッっていうので日本酒飲むと、そういうのがね、僕は非常にいいと思うんですね。そのいい感じのところまで自分を持ってきたいんですよ、やっぱりね。ということで、そのためにちょっと僕の貝がね、乾きましたんで、ここで僕の仕込みをやっていきます。はい、これでチューハイ、レモンチューハイ、もうね、天然水スパークリングのレモンね、これレモン入ってるからね、いただきます。あー、これよ、うー、上がるぜ。じゃあね、もう材料はね、もうシンプル、ナスが3本、だいたいね、230g か 240g ぐらいの、そして生姜が 5g、 これだけ。ナスはね、もうヘタね、こうするとここ剥けるんで、はい、剥いちゃってください、これね。はい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 、これも同様に、まず先生姜からやろうか。はい、で生姜なんですけども、生姜ね、こうやってスライスしてあげてください。ね、スライスしてあげたら、ここで細切りにしてあげる。おろし生姜でやる方もいらっしゃるんですけども、僕は千切り生姜の方が好きで、なぜかというとね、千切り生姜の香りが出るから。皮はつけたまんまです。皮の周りが一番香りが出る。で、ナスはこれ半分に切ります。これね、すべてね、半分に切っちゃいましょう。そしたら、こうこうね、横に線を引くんですね。こんな感じ。これでね、味が染みるんですよ。さらに、格子状にやっていきます。こんな感じですよ。はい、これを全てのナスにやっていく。はい、こんな感じで、じゃあ全部ね、はい、いい感じに切れましたよ。そしたらね、もうね、フライパン用意します。フライパンもこれ意外と、ね、重要なんです。今回はナス3本でありますので、ナス3本ぴったりと収まる。試しに並べましょうか。全部いけるか、いけるか、いけるのか、いけ、うん、まあ、ギリいける。こんなこんな、なんでかというと狭い方がね、ナスが浸かるんですよね。で、まずですね、この生姜入れちゃいます。じゃあここにサラダ油大さじね、2ぐらい入れちゃいます。はい、ナスと油は相性がいいので、最初に炒めつける。で、まず中火で、この生姜の代わりを油に移していく。そして生姜をね、ちょっとつまみながら、これでジンジャーエールになりますから。あー、ジンジャーエールうめえな、おい。ちょっとね、油でシュワーっとさせます。で、すかさずこの生姜の香りを逃さない。もうね、生姜シュワッといったらね、もうナス入れちゃっていいですから。はい、敷き詰めるように入れていく。もうね、全体的に、この皮の面が当たるように、そしてね、火ちょっとやめて弱中火ぐらいにして炒めていきます。これね、ナスをね、油で炒めると何がいいかってね、ナスの色がね、綺麗に出るんですよ。数分ぐらいですかね、3分ぐらい炒めましょうか。
こう、裏返すと、ほら、どうですか、結構いい紫色になってくるんですよ。ほらほら、こんな感じです、はい。そしてですね、この状態で、まあ、ちょっとね、炒めます。弱中火で2、3分ぐらい。これぐらい炒まりましたら、ここで、割り下、だしになるものを入れていきますね。まずね、お水。お水がね、160cc。はい、なので結構ね、浸かるぐらいです。ちょっとね、火強めます。中火ぐらい。はい。そして、酒大さじ1。これね、山行きの白だしね。大さじ1。お精油が大さじ1。ここはすごく重要です。今回は本みりん使うんですけど、本みりんの優しい甘みを入れていきます。これね、砂糖入れたんですよ、今回の煮浸しって。大体の皆さん砂糖入れるんですけども、砂糖は入れずにみりんだけで味付けます。だからね、酒の比率が非常に高い煮浸しなんですね。これ全部入れたら一回沸かしましょう。見えますかね、このナスのこの鮮やかな紫色。これ一回油で炒めてもらいますね。沸いてきたら、ちょっと強めの中火で、蓋をせずにアルコールを飛ばしつつ10分間煮込みます。それでね、非常に煮汁がいい感じになりますのでね。すいません、さっき10分って言ったんですけども、今ね、6分ぐらいあったら結構ね、いい感じで煮詰まりましたんで、少しね、水出します。ちょっとね、水分ね、飛びすぎましたね。はい、これぐらい。あのね、大体ね、皆さん煮詰めすぎると終わりだって思う方いらっしゃると思うんですけど、この状態で水が飛んだだけなので、水を入れれば復活しますから。うん、で、まあ少し濃いだし汁だなと思うぐらいの濃度にします。はい、大体ね、水の飛び方これぐらいですね。ちょっとね、さっき火が強かったですね。だから中火、弱めの中火でやってください、さっきの。それで大体6、7分、この状態で蓋して5分蒸らします。そうするとですね、どん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 ナスが味を吸い上げますから。あ、こちらになります。まだね、もう熱々なんでね。で、もし、もっと熱々なのが良ければ、ここで、また沸かしてください。僕の場合はね、これでもう、持っちゃいます。もうね、ナスがね、トロントロンになってるんですよ、これ。わかりますか？はい、こんな感じで、はい、最後にこう、乗せまして、で、ここに最後、汁をね、もう回しかけちゃう。小ネギですね。で、カツオの風味がもっと欲しい方は、カツオ節かけてもいいんですけども、僕はね、今日はね、いい白だしでカツオの風味かなりついてるんでね。これは最高の仕上がりですよ、皆さん。こちらで至高のナスの煮出し完成でございます。はい、ではできたね。待って、いただきます。ああ、じゃあいただきたいと思います。このトロントロンなナス、もうね、箸で崩れるぞこれ。ガブリといただきます。ありがとう、ナス。めちゃめちゃうまいですこれ。もうね、ナスがとろんと、しかもね、油吸ってね、すごくね、食感がいいですね。でね、このだし汁のね、うまいこと、うまいこと、このだし汁一番うまい。おほほほ、ほんとたまらん仕上がりになってますねこれね。日本酒をちょっと飲めない粒子じゃいられない、特別純米なんて読むの。あ、上川大雪です。北海道の酒すげえ飲むな俺。これは日本酒キュッと入れたいですね。ちょっとそのままいただきます。あ、これはね、あのうまさの中に日本酒っぽさがあって非常に美味しい。これで、すいませんね皆さん、幸せを感じております。めちゃめちゃうまい。ナスだけでこんなうまいことありますかね。で、生姜の香りも効いてて非常に食べやすい。たまらんか、たまらんばい。僕にしては木をてらってない、なかなか普通の作り方、あの調味料だけ砂糖入れないっていうのがあるんですけども、すっごい自然な甘さがして非常に美味しい。で、酒の旨味がキュッとなって、
このね、煮浸しもうぜひ食ってください。これ絶対損させますよ。マジでうまい。酒飲まない人でもこれだけでご飯がいける、それぐらいのうまさ持ってますので、ぜひこちら試してみてください。ということですね、皆さん今日のリュウジのバズレシピチャンネルどうでしたでしょうか。明日からもう、いや今日からもうやってみたいものばかりだったと思います。皆さんもねやってもらって、やっぱ、ね、どしどしこの応募していただきたい感想をね、なのでよろしくお願いします。